どうもお疲れさんです。ハンベイです。ストレイの続きをやっていきたいと思いますけども、ちょっと皆さんに謝らないといけないことがございます。ちょいちょい他の動画の概要欄とか、ツイッターとかでも言ってたんだけど、そうなんですよ。そばさんと2人で撮ってた動画がですね、データが消えてしまいまして、ストレイのね。で、また2人で撮り直そうとも思ったんですけど、前回ちょっと、言っちゃうとちょっと今回のパート、探索がちょっと多分多めだから、前回ちょっとそばさん寝ちゃったんだよね。だから別に、このパートは俺一人でもいいかなって思って。はい。申し訳ないっすね。ごめんな。そばファンの皆さん。今日は半兵衛だけですよ。だからって動画閉じんなよ。最後まで見てね。いや、なんなら見なくてもいいから、再生だけしといて。ずっと置いといて。それでいいわ。それで許す。はい。なので、私、初見ではないんで、もうサクサクいきます。覚えてるかどうか、ちょっと不安だけど。今、桃の家に帰ってきて、桃のメモを今見つけたところだな。はい。見てください。メモがあります。小さなアウトサイダーさん、もし君がこれを読んでいるのなら、君はまだ生きているということだね。やったね。僕はバーに行ってある装置を使いアンテナの感度を上げている。こっちで会おう。窓をロックしたけど解除コードは簡単。簡単じゃねえんだよなこんなの。これは B12 に覚えてもらうだけだからね。大文字と小文字の区別を正確につけてね。バーで会おう。モモ、入り口近くの窓のコードだよ。レッツゴー。あれね、ここですよ。これがロックされている窓です。コードは H だった気がします。エラー、キーが違います。間違えちゃう。おっと、間違えました。もう一度やってみます。4だったか0だったか、こうだったかな。入力成功。よっしゃ、そこが開くんかい。モモがバーで待っています。そこのロックなんだな。ここのドアが開くとかじゃないんだもんね。はい。これ見たの2回目だから俺。ごめんな。わざとらしく。これはバケツに乗っていこうかな。短いやつな。バーは確か下の方だよな。こっからじゃなくてもいけるんだっけな。まずはじゃあバーに向かって、モモと会うために。あ、いたいたいた。はい。よう。やあ、ふわふわさん。見てよ。シグナルを受信したよ。どれどれ。おっと、ごめんよ。お前ら気をつけろ。そこに座っていいのかい？だよね。撫でてくれてる。これちゃんと動くか確かめてみるね。動作確認ね。でけえパソコンだよな、ほんと。ん？はてなはてなはてな、てんてんてん。もう少しだ。こんにちは、聞こえますか？こんにちは。うん、聞こえるよ。スラムから発信してる。ここからの脱出方法を探してるんだけど。待って、もしかして、やべえやべえやべえ、 Z バザール、読めねえ。そばがいねえと読めねえ。ダメだ、これちょっと俺一人だと問題が出てきたわ。英語が全く読めないっていうで、漢字もちょいちょい間違えるっていうね。これで今回俺が漢字間違えても指摘してくれるそばがいないから、そのまま行っちゃうけど、みんな許して。あ、こいつバカだなって思いながら見て。うん、ごめん、そこは。俺ほんとバカだからさ。ごめんな。じゃあこのまま行きますね。
もも、ピピピ、あ、そう、これ通信できたってことですね。信じられない。ゼットアンダンダンダン、あなたの声が聞けるなんて。どこにいるの？みんなは無事？イエス、ピピピ、我々は無事、ピピピ、道を見つけました、ピピピ。もしもし、まだ聞こえる？私たちの場所に来るには下水道を通らないと、ピピピ、とても危険、ピピピ、ザークがそこら中に。下水道どうやって、もしもし、なんてこった、シグナルが途絶えてしまった。信じられない、Z アンタガンとかが生きていた、彼も仲間も下水道を通ったのか。下水道はスラムで最も危険な場所、でも Z アンタガンなんとかが生きていて、ができたならできるのかもしれない。はてなはてなった、てんてんてん、あ、こいつなんだっけ、シーマス、シームス、下水道を通ることなんてできないよ、ザークがうじゃうじゃいるんだからすぐに食べられちゃうよ、特に君みたいなおチビさんは。みんな一か八かでトライしたけどうまくいかなかった。とにかく危ないよ、君がすることに口出しはしないけど。うん、じゃあ口出すな、まったくよ。ムム、シーマス、彼のお父さんドックは偉大な科学者だった。ザークを倒すための武器を開発中だった。マスター、数年前その武器のテストをするといい町を出ていき、それ以来姿を見ていません。それ以来シーマスも変わってしまった。なるほど。シーマスの言葉を信じちゃダメだ。昔の僕のように臆病者だから、ドックが武器を作ってくれたら、僕たちはアウトサイダーの仲間入りだ。ノートの中でドックは時々シークレットラボについて書いている。彼はそこで作業をしていたに違いない。シーマスのアパートにヒントがあるはずだ。一緒に来て。モモについていきますね。これいいよな、なんか一緒に歩く感じ。猫の散歩してる人みたい。いるよね、たまに。わかんない、いるのかな。田舎は結構見るけど。見るっていうか、まあどうなんだろうね。野良猫がそんなに、うちの方はあんまりいないからな。たまに見るよ、こういうおばあちゃん。なんか猫と並行して歩いてる。たまにね。ここがドックの家か。シーマス、お願い、ドアを開けて。君のお父さんが僕たちを助けたがっていたのは知っているよね。開けてくれない。まあ予想はしてたけど、シーマスにとっては辛い状況だから、もうアウトサイダーのことなんて聞きたくないんだと思う。彼にはもう頼れない。でも君ならいいアイデアがあるんだ。なんだい。侵入しろってこと？そんな泥棒みたいな真似。ドックのノートを持ってシーマスに見せてよ。ああ、たくさんの情報がショック療法になればいいのだけれど。おちびさん、シークレットラボを見つけて、僕はバーに戻って仲間にもう一度連絡してみるから。任せろい！よう、シーマス！わお！怒ってる。ここで何をしているの？言っただろう。下水道を通るのは自殺行為だって、そっとしておいてよ。シーマスはなんか、あれなのかな？なんか、子供の設定みたいな感じなのかね。ドックとだって親子なんでしょ？そもそもロボットに親子の、子供は産めないから、そういう設定なのかね。ドックのノート。見せる。これ何？待って、これパパの？うわー、知らなかった。
アパートに隠し部屋がある。どこに？ですね、確か、ごめんな、初見じゃねえのよ。あ、違う、これじゃびっくりしちゃったね。ここだっけ。あ、あったあったあった、これね。あとはどこだっけ。あれ、どこだっけな。あ、これ翻訳して。時間が真実を告げる。そうそうそう、そういうことですよ。で、このデジコードを使用するんだけど、時間が真実を告げているので、時計を見ましょうと。なんか時計多いと思ったんだよね。思ってたでしょ、みんな、時計多いなって。これはコードのヒントになってるわけですね。2時、5時、2511、はい、2511。まあ、順番に打ってみましょうか。2511。正解です。どうだシーマス、隠し部屋を見つけてやったぜ。ここに住んでたのに知らなかったんだもんな。この部屋見たことがないや。ずっと隠してたなんて信じられないよ。この設計図、ザーク用の武器のことだ。パパは秘密主義だったからな。パパがね、武器は理論的には動作するけど、本当の環境でテストしたいって言ってた。スラムを出てアウトサイドに行ったきり戻ってこないんだ。ここがドックのシークレットラボですよ。観察結果、可愛い大人が敵対心あり、人間時代の古いバクテリア、雑食、暗闇でも完全な視界、強い光に反応。はい、ザークの研究をね、ここでドックはしてたわけですね。さすがにこいつらはもう死んでるよな。翻訳、ロボットニュースヘッドライン、ザークは制御不能になりました。金属製品も食べるようになりました。なるほど。なるほどね。ディフラクサ設計図、コンセプト、光ベースのハンドガン、プライオリティ低、プライオリティ低い、低、外観サイズ、デシベル放射、プライオリティ高、実環境でのテスト、目標1秒につきザーク20匹を破壊。1秒でザーク20匹を破壊ってやべえな。相当強力だぞ。します。え、なんだ、ここで何か面白いものを見つけた。あ、なんか見つけろってことね。はいはい。なんかあるかな。これだな。こういう箱はね、とりあえず落としとかないと。あ、ここじゃなかったっけ、どこだっけ。あ、やばい、あ、箱がくっついてくる、最悪。あれ、なんかどっかにも、あ、あれだ、あれだ、あそこにも箱があるんでね。こっちの箱だったわ。はい。お、なんか落ちましたよ。出た。壊れたトラッカーを取得。ま、これを拾って、あれ、シーマス？いたいたいた。シーマス。なんか見つけたよ。ほら、これ見て。待って、思い出した。これはパパのトラッカーだ。パパはいつもトラッカーを使って僕がどこにいるかチェックしてたんだ。今度は僕たちの番だ。これでパパを探そう。おー、パパがまだ生きてるかもしれないなんて信じられないよ。すっごくパパに会いたいよ。ザーク用の武器が必要なんだよね。必要だよね。パパは確かに持っていったよ。え？あ、そっかそっか、持ってったってことは、もう作って、ここで作って持ってったってことね。トラッカーを直そう。そうすればパパを探せるから。スラムのどこかに直せる人がいると思う。こっちに来てドアを開けてあげる。なるほどね。このスラムのどこかに
トラッカーを直してくれる人がいますよと。お、今度はシーマスと一緒に歩いていく感じ。これね、最初俺モモだと思ったんだけど、実はこのトラッカーを直すのモモじゃないんですよ。言っちゃうとね、もうとりあえずもう2回目なんでサクサク行きたいんでね、もう時間もかけずに行きますけど、あの皆さん最初の頃に出会ったエリオットというなんか機械オタクみたいな人覚えてます？はい、彼のところに持っていくともう一発でね直してくれるので、ただですよ、エリオットこの2階にいるんですけど、よーエリオット交流する。はい、どうしましたか？アイテムを見せましょう。トラッカー、わお、すごいトラッカーですね。なんちゃらかんちゃら2000モデルです。これを使えば誰でもトラックできますよ。私も試していいですか？直し方はわかるのですが、こんなに震えているとキーボードを使えないのです。病気か何かでしょうか？気分が悪いのは確かです。ロボットにそういう概念あんのかな？これ本当にロボットなのかな、もそもそもこいつらは。こんなに震えていては作業ができません。毛布があれば震えが止まります。トラッカーを直せるかもしれません。はい、ということでアイテム持ってこなきゃいけないんですよ、この寒がってるから。なので持ってきてあげましょう。開けてくれ開けてくれ、すまねえ、いつもすまないね。はい、あ、お前らあったかそうなもの着てんじゃん。これエリオットにあげたいね。でこれはどこで作ってもらったんだい？グランドマがこの服作ってくれたんだ、スタイリッシュでしょ。そんなことない。というわけでここのグランドマっていう人に服を作ってもらいたいんですけど、はい、編み物が大好きなの、やりがいを感じるわということでね、電気ケーブルを持ってきてくれればポンチョを編んであげるということで、電気ケーブルが必要なんですよ。で電気ケーブルってめちゃめちゃなんかもう見たことないじゃない、今までの探索で。え、どこみたいになったんだけど、実はね、あのマーケットがあって、ここにマーケットがあるのよ。マジで知らなかったんだけどさ、ここに電気ケーブル売ってんのよね。はい、こんにちは、私はマーケットの商人だよ。あなたが何かをくれれば私も代わりに何かを渡そう。シンプルだろ。電気ケーブルのセット、このマーケットで一番高品質のものさ。スーパースピリット洗剤と交換するよ。はい、スーパースピリット洗剤と交換してくれるんです。でスーパースピリット洗剤ってどこにあんのって話なんだけど、スーパースピリット洗剤ここにあるんです。これは完全にもう私は覚えてますよ。洗剤を手に入れたらマーケットにまず行って、またあったね。どうする？これは電気ケーブルのセット。はい、でここでスーパースピリット洗剤を渡して電気ケーブルもらいます。あ、間違えた。そう、エナジードリンク缶とかね、何に使うの、猫に飲ませらんないでしょみたいな話してたけど、ここで交換するんだね。はい、で電気ケーブルもらったら、今度はあのグランドマっていう編み物やってるおばあちゃんロボットのところに行きましょう。おちびさん、電気ケーブル持ってきてくれた？ありがとう。さあ、こうするとポンチョを編んでもらった。はい、どうぞ。おちびさん、お似合いよ。ありがとう。俺着ねえけどな、人にあげちゃうけど。エリオット持ってきたよ。エリオット、めっちゃ震えてんじゃんお前。トラッカーはここにありますよ。しかし何か体を温める布がないと作業に集中できません。ほらよ、どこでこれを見つけたのですか？すごいです。試させてください。どうぞ。おー、めちゃめちゃあったかそうじゃん。もうグッバイ震えです。作業ができます。マジでお前ら機械なのにそんなあるの、そういう機能。ありがとう。必ずあなたのトラッカーを直してみせます。
どれどれ、ここをアップデートして、ここをこうして、じゃーん、早い。できました、おちびさん。探している人をトラックできるといいですね。おー、サンキューエリオット。はい、まあということでね、今回ちょっとトラッカーを直すところまでパパッと進めちゃって、まあ探索本当に多めだったから、前回はねちょっとそばさんと撮ってた時はそばさんがもう眠そうでちょっとかわいそうだったんでね、やっぱちょっとなんか流れや激しいアクションがあった方が、見てるだけなんでそばさんはちょっと疲れちゃうなっていう、集中力もなくなっちゃうしね。なんでちょっと今回はね一旦ここでちょっと区切りたいと思います。次回からちょっとねちゃんと二人でまた撮り直すんで、今日はここの辺で終わりにしたいと思います。はい、ではここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。